皆さんこんにちは、ナミヘイです。新しく作ったチームの仲間がですね、今日いるので簡単にご紹介したいと思います。主にですね、演出とか、もともとバンドマンだったりするんですけど、シュンタです。皆さんこんにちは、ウェビスタにシュンタです。よろしくお願いします。ジャズを盛り上げていきましょう。我々のチームのレギュラーメンバー、はい、スタメン、お、ヤマビと申します。イアンって言っていいの？イアンです。イアンです。楽しくやっていきたいと思います。決まってないですけど、屋号は。屋号まだ決まってないね。やっぱジャパニーズゴリラジャズ。違う、言ってるでしょ。ジャパゴリ。違うでしょ、ジャパニーズゴリラチャンネル。ジャパニーズゴリラ、でもジャパニーズゴリラジャズチャンネルだから。そう、長いんだよ。ジャパニーズゴリラジャズチャンネルにしたいの。俺はしたい。純太分かってないけど、ジャパニーズゴリラジャズチャンネルとかすると、まあ、どういう由来は俺はあえて触れないよ、まあね、うん、だけどジャパニーズゴリラジャズチャンネルいうふうにすると、俺が今後ゴリラって呼ばれるんだよ。いや、いいじゃん。二段階になっちゃう。ナミヘイっていうあだ名があるの。そうだね。その上でゴリラになっちゃうし、うん、川波光平のナミヘイだからね。そう、ジャズシンガーってもうさ、やっぱもうありきたりすぎてキャッチじゃないじゃない。まあね、うん、そのやっぱナミヘイさんのやっぱ一番の武器はやっぱ歌だから、うん、で表現としてなんだろうなって考えたら、もうジャパニーズゴリラジャズシンガー関係ないんだよ、お前。着地点が関係ないんだよ、全然。じゃ、この YouTube チャンネル名が、ナミヘイの、ジャジャゴリ。川波光平の、ジャジャゴリ。いいね。あ、それも悪くないね。ジャパニーズジャズゴリラにするか、ジャズゴリラミュージックジャパンとかにするか、ジャパニーズゴリラジャズチャンネル。やっぱこれジャパゴリがいいよね。ジャパゴリジャズ。ジャパ、うん、略せるのがいいよね。そうなんだよね。ジャパゴリ。ジャパゴリだよね。うん、多分ナミヘイさんがゴリラって言われることに対して、うん、やっぱ納得しないと思うんですよね。うん、そうなんだよ。もう一つ、うん、そういうところ変にこだわるからさ。そこ、うん、言ってたよ、映像で、うん、いや俺もな、母親がいるんだ、うん、うちの母親もね、だいぶいい年になってる。いやいやいや、関係ないやろ。俺ももうね、いい年になってさ、ゴリラゴリラ言われて、うん、もう知ったこっちゃねえじゃん。多分これ実際今日俺たちが勝手に決めることをどう思うか知らないけど、うん、でももうここは俺強行突破しようと思ってるから、うんうん、でそこも多分、うん、お前らで話し合ったんだったらいいだろうっていう風になると思うんだけど、うん、だからジャパニーズゴリラジャズチャンネルで正式決定にして、うん、まあ略称としてはもうジャパゴリ、うんうん、この番組はジャパニーズゴリラジャズチャンネル、うん、で決定で、うん、OK。 菊池ありがとう。いいえ、うん、キャラクター作った方がいいですよ。作った方がいいよね、うん、このなんかデザインも浮かんでくる、浮かんでくるよね、うんうん、リーダーであるナミヘイさんに無許可で。めちゃくちゃかっこいいね、うん、素敵素敵ロ。俺を今スクショしたやつをチームに送るから、うん、めっちゃ怒られるんじゃない、うん、そこも踏まえて今日はこれで終わろう、うん、怒られていい、怒られていいか、うん、And they say you out with me. I don't blame them, goodness knows. Woo, honeysuckle rose. Yeah, 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 yeah. When you're passing by, flowers drop inside, and I know them real.